ントのカードやけれども、これ大谷選手と二刀流ってことかな。近いうちというかここまではないんやろうけれども、まあでも気持ち的に恋人作ってもええわなのか、できるのか。はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いているめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれた占い師、新宿大久保西宮の兄貴金田ロッキーです。さあ、なんか今日はカッコがロサンゼルスドジャースハイ帽子に、スタジャンに、そしてなんかバットがいっぱい並んでるんですけれども、たくさんサイン入りバット全部ドジャースの選手なんですよ。ロサンゼルス住んでましたんで、俺もアメリカ24年いたんですよね。でもう地元ずっとロサンゼルスいたので、今日はもうこの家たちとバットでね、何を占うか皆さんもお分かりいただけると思いますけれども、二刀流でいきたいっていう気持ちはあるんでしょうけど、二刀流できないいうのがこの外に羽ばたけない、世界に羽ばたけないっていうカードなんかな。うん、まあいいとは思いますよ。はい、でちょっとこの二刀流をまだやるつもりなのかどうなのかいうのについて見てみますね。前回はまだ二刀流やるっていうの出たんですけれども、はい、大谷選手が二刀流やるのかどうかに対しての結果が出ました。解説していきます。まあやる気満々でしょうね。太陽さんさん、これだから恋人のカードやけれども、これ大谷選手と二刀流ってことかな。うん、それが二刀流やらせてくれる球団、もうドジャース的にもそうなのかな。これ前に踏み出せる、もう気持ち的にはもう二刀流バリバリやりますね。で今我慢のカードというか、これこう出る方が吊り下げられてて考えててもうちょい時間かかるなんですが、立ち上がるやから、もうそこに関しては一切あれなんじゃないですか。大谷投手迷いないんじゃないですか。二刀流に関してはもうやるで、チームもそれに賛同してくれてるし、俺は二刀流やる、うん、はい、もうそれで立ち上がって二刀流として進んでいく、希望は見えてくる、ただちょっと充実しないでる。最初新しい球団もやっぱり手術の影響これちょっと受けるもんね。やっぱり肘やったものをしっかり、今シーズンも下手したら最後の方投げるかもわからへんけれども、多分来年でいいやろな、うん、だから最初しっくりくるまではちょっと時間かかるというか、そんなんがあるんかもわからない、充実しない、うん、で最終的には羽ばたけるやから、もうまたやってね、まあ、32、3ぐらいになったらどっちかに選ばなあかんのかな思うねんけれども、普通に体の負担を考えずにもうね、ピッチャーやめてバッター専念したら、俺40歳でも20本80打点打てるんちゃうかなって、うん、30後半ぐらいでも30本打てるんちゃう、30半ばぐらいまで俺普通に40本、だから俺逆にね、今バッターに専念してくれたら何本打つんやろな、60本どころちゃうんじゃないですか。ワンシーズンのホームラン記録70何本ですか、あれ抜くぐらいの選手やと思ってますけれどもね、うん、はい、まあ二刀流はもうバリバリやるつもりやと思います。では大谷選手の恋愛を見てみたいと思います。はい、大谷選手の恋愛です。解説していきます。これね、だから自分の本意のことをやる、野球したいっていうんやったら、もう野球ほんまになんか野球集中してるんちゃうかな。ここまで踏み出せない、どん底、なんかもう彼女は欲しいねんけどできへんみたいな、いい部分悪い部分あって、自分の意見貫く、それが野球でやっていくってことなんかな。もうほんまなんかいつも恋愛見たってそんな感じ出るんで、ここまではそんな感じ。だから恋愛に対してモチベーション上がらん、どうしていいかわからん、なんぼでも寄ってくるんやろうけれどもな、それ全員手出すいうようなタイプじゃないと思います。はい、もう全盛期ってやっぱりもうありとあらゆる人間寄ってくるんでね、下手したらもう全員手出しちゃって選ばれへんいうので終わっちゃうこともあるんですけれども、はい、野球選手の中でも何人かいらっしゃると思いますし、
芸能人の方でもね、何人かいらっしゃると思いますし、はい、で最後でも恋人できんねん、ぼちぼちなんかな、今シーズン中というか、うん、近いうちというかここまではないんやろうけれども、まあでも気持ち的に恋人作ってもええわなのかできるのか、うん、まあね、来シーズン中にはそんな噂が出るのかもわかんないですよ。まだ結婚いかへんのかもわからへんけどな、なんかそんなの出てくるんちゃう、はい、うん、なんかね、ありきたりのパターン、女子アナとかでなしにね、なんかまあ別に大谷選手が良かったら誰でもいいんですけどね、はい、ね、大谷選手の嫁やからな、うん、まあいろんな体調管理のことかお金の管理というか、うん、そういうね、あの金銭感覚をしっかりした人じゃないとあかんと思うし、うん、はい、そんな感じでございます。まあね、公私ともに幸せになっていただきたいと思います。まあ結論として大谷選手、まあ、二刀流はまだやろう、まあドジャースで良かったのではないでしょうか、はい、恋人も、まあ、できるんではないでしょうかというカードが出ております。はい、そんな感じでございます。まあもうね、まだまだオフシーズンですけれども、もうしばらくはもうね、大谷のこの新しい FA の契約のことで持ちきりだと思いますけれども、キャンプインの時点でどうなってるのか、マイナーリーグのあの球場までどっと人押し寄せるんやろな、うん、まだあのしばらくメジャー上がってこられへんからね、あの怪我から復活してしばらくちょっとリハビリ調整の試合何試合かせなあかんからね、だからもうあのレベルが 1A、2A、3A ってあるから、それ下から順番に上げてくるのか 2A ぐらいからスタートするのかちょっとまだよくわかんないですけれども、はい、そんな感じでね、はい、まあぼちぼち、ロサンゼルスあったかいあったかい言うたけど、そこまであったかくないよ春先、うん、結構5月ぐらいまでは肌寒いのでね、まあ無理なさらないように、なんやったらあのマイアミとかハワイ行って調整してくれる方が僕はいいと思うので、僕も今怪我療養中なんでね、来年の頭ぐらいにはちょっと沖縄行って、最後の数日間は体作ったりもしたいと思うんですけど、はい、もう本当にはもうあったかいところがいいですよ。はい、そんな感じでございます。大谷投手、大型契約おめでとうございます。頑張ってください。期待しております。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。